土地家屋調査士。土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記の専門家のことであり、他人の依頼を受けて、土地や建物の所在、形状、利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続きなどを行う。土地家屋調査士の基礎は、53の霧の中央に、即の文字。土地家屋調査士法を根拠とし、監督官庁は、 法務省である。土地家屋調査士となる資格を得るには、法務省の職員として、登記事務に関わった経験をもとに、法務大臣の認定を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要がある。土地家屋調査士となる資格を有する者が土地家屋調査士となるには、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に、設立された家屋調査士会へ入会して、 日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。なお、日本土地家屋調査士会連合会の会員数は16,761名2017年4月1日。土地家屋調査士は業務独占資格の一つであり土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士または土地家屋調査士法人でないもの 公共食卓登記土地家屋調査士協会を除くが、土地家屋調査士の業務を行った場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金、土地家屋調査士または土地家屋調査士法人の名称、またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、100万円以下の罰金に処せられる。土地家屋調査士の制度は1950年。 昭和25年7月に誕生し、2010年、平成22年7月に、制度誕生60周年を迎えた。表示に関する登記手続きは、権利に関する登記手続きの前提として、権利の客体を的確に登記簿上に公示する、ことによって国民が持つ権利の明確化に寄与することを目的とした制度であり、これに関与する土地家屋調査士の業務は極めて公共性の高い。 ものといえ、土地家屋調査士法第3条の規定によれば、土地家屋調査士は他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを行うとする。通常の土地家屋調査士の業務のほかに、民間紛争解決手続き代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると、法務大臣が認定した土地家屋調査士に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができる。 土地の筆会が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争において土地家屋調査士が民間紛争解決手続き ADR の代理関係業務を行うには従来の業務以上に高度な倫理意識、専門知識、素養が求められ信頼性の高い能力担保を講じることが代理権付与の条件でありこの点は すべての土地家屋調査士に認められている筆会、特定代理権と大きく相違するところである。筆会特定制度、筆会特定制度とは、土地の一筆ごとの境界、筆会、筆会を決定するための行政制度のことである。筆会特定等機関が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人、関係人等に意見及び資料を提出する機会を、 与えた上、外部専門家である筆会調査委員、法務局長から任命された土地家屋調査士、弁護士、司法書士で構成される。業務期間中は、非常勤の国家公務員の意見を踏まえ、筆会の現地における位置を筆会特定等機関が特定する不動産等記法上の制度である。土地家屋調査士の業務について、 当期申請書に添付を必要とする書類もしくは、上記書類の交付請求書、例えば租税、効果等の証明願い、戸籍及び住民票の当証本交付請求書等の作成も当然土地課調査士の業務の範囲に属する、昭和51年4月7日法務省民3代2492号法務省、民事局長会等との行政宣伝があり、土地課屋調査士は、 各種の業務を行うことができる。戸籍法においては、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、会事代理士または行政書士は、受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場には、戸籍等本等の交付の請求をすることができると規定している戸籍法第10条の2、住民基本台帳法にも、 職務上の請求を認める規定が置かれている住民基本台帳法第12条の3土地家屋調査士法人は土地家屋調査士法によって定められた土地家屋調査士のみを社員とする法人を言う土地家屋調査士法第26条によれば土地家屋調査士法人は土地家屋調査士の業務を行うことを目的として 土地家屋調査士が共同して設立した法人のことを指す。また、同法第27条によれば土地家屋調査士法人はその名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格することである。筆記試験は10月第3週目の日曜日、口術試験は 翌年1月第3週目に筆記試験、午前試験、午後試験の合格者に対して、各法務局管轄の受験地で行われる。筆記試験には、通常の電卓だけではなく、文字入力やプログラム機能がないなどの条件を満たせば、関数電卓の持ち込みも可能である。制限なし。筆記試験、午前試験と午後試験と口述試験からなる。ただし、 午前試験は測量士、測量士補、一級建築士、二級建築士の有資格者は免除される。当日試験は、筆記試験合各社のみに実施される。不動産の表示に関する登記につき必要と認められる事項。午前の部は、多種た一式10問、記述式1問を2時間で回答する。試験内容、午後の部は、多種た一式20問。 記述式2問を2時間30分で回答する。試験内容、1998年、平成10年度以降、出願者数は年々減少しているが、合格率についてはほぼ一定水準が保たれている。2005年、平成17年度までは受験者数が公表されていなかったため、2005年、平成17年度以前の合格率は、合格者数、出願者数で表される。 なお、この表において受験者数とは、午前の部の試験を免除されたもので、午後の部を受験したもの、または午前の部及び午後の部の双方を受験したものの数である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。